中学2年生なんですけど、中学校入ってからバレー部に入りまして、1ヶ月経ったぐらいの時にある噂が流れたんです。私たちが3年生になる頃には部活がなくなるんじゃないかっていう噂が、教員の負担をなくすために。初めて聞いたな、そんな。結構話題になってて、学校側もそれを重要視したのか、部活ごとにクラブチームができたんです。バレー部もできまして、クラブチームは私最初から入ったわけじゃないんです。1年生私含め7人入部して、そのうちの5人が最初からクラブチームに入ったんです。私ともう一人の女の子は本格的にやりたいなって思った時に入ろうかなって感じの、行きたいなってなったんです。10月9月頃体験して入ったんです。最初楽しかったんですけど、11月12月頃に監督、そいつのあだ名ハゲメガネなんです。おお、クソ嫌われてるな。技術的な指導できてないし、本当にこの人監督なのって感じな人なんです。中体連っていう主に3年生とかが出る試合なんですけど、クラブチームは 1,2 年生が主に出る、部活は3年生中心に出るみたいな感じだったんです。まだ当時1年生だった私と他の人たちはクラブチーム優先で試合出てたりとかしてたんです。試合出る時の問題がありまして、普通クラブチームできた後ってほとんど道具揃ってるじゃないですか。ユニフォームなんですけど、できてなかったんです。中学校のバレー部の部活から借りてるんです。仕方なくそれを着て試合出てたんですけど、1年生の時にいた部活の男の先生なんですけど、いろんな学校のバレー部の先生からクラブチームと部活の方が一体化してきて一つのチームになりかけてるみたいな、第二のチームになりかけてるぞクラブチームがみたいな感じなんです。指摘をされたりとかしてたらしいんです。それが部活の先生辞めちゃったんです。辞めたっていうか離任式ってあるじゃないですか。ああ、学校自体は離れちゃったってことね。他の中学校行っちゃって、技術的な指導できる先生がいなくなっちゃったんです。クラブチームしか頼りになるところがなくて、けどそのハゲメガネダメなんです。中体連の話辞退するって言い出したんです。その理由が私たちチームの準備不足。いや違う、ユニフォーム不足だよ。で、保護者会があったんです、うん、親が集まって監督の話を聞くみたいな。2回目の保護者会で本当の理由みたいなことを言い出したらしいんです。ハゲメガネ必要な資格を取ってなかったからなんです。自分が取れてないくせに部員のせいにしたみたいな、うん、親が怒りで、お母さん方の情報持って怖いです。いろんな情報集まってくるんです。私がまだ入る前、夏ぐらいに大阪に行ったんですって。ハゲメガネと会計係の女の人、おでかい人で、あーってことね、の方とハゲメガネは泊まりかけで行ったんです。地獄みたいなパーティー組んでんじゃねえよ。指導者の資格を取る試験に行ったんです。領収書何も持ってきてないんです。いくら使ったかも分かんないし、部費で行ってるらしいんですね。部屋が一つだったらやったんじゃないかって。1日練習っていう練習があって、お弁当とか持ってくるんですよ。なのにあいつら好きが頼みやがって、それも部費なんですよ。いろいろ使ってるっぽくて、隠してたっぽくて、領収書もないからいくら使ったかも分かんないし、私担任に言っちゃいました。言ったらどうなった？やばくない？いやそれやばいよ、だって横領だもん。ちゃんとニュースになるやつだよそれ。呆れて私辞めることになったんです。他の部員も辞めるよみたいな。1月になった時にクラブチームで豚汁みたいなのお母さん方が作って私たち食べるみたいなっていうのがあって、その鍋買ったんですって、部費で。もうそんなところまで部費使うのね。すごいね。結局もう辞めちゃったの？岩泉ちゃんは現在進行形で。現在進行形の話なのね。ちゃんとニュースになるやつだと思うから、ちゃんと言った方がいいよそれ。いや多分勇気ないですね、うちのお母さんとか。いやそれ事件だよ。だってちょっと落ち着いて聞いてほしい。岩泉ちゃんいい、はい、岩泉ちゃんの学校では今犯罪が行われてます。